今日はいよいよロサンゼルス旅行記最終日になりました。もう単純に朝一番飛行機に乗ってただただ帰るっていうだけなんですけどね、まあ、朝起きて8人部屋だったんでこっそりね、まあ、6時半7時とかだったんでこっそりゆっくりギシギシなりながらベッドから降りましてチェックアウトをしてビッグブルーバスに乗る時間まで3、40分くらい時間があったのでビーチで朝日を見ながらぼーっとして今回の7日間の旅行を振り返っていい時間だったなと思いながらそうしました。でビッグブルーバスが来てまた同じく40分くらいの時間をかけてで、ロサンゼルス空港に着きました。チェックインはすんなり行けたんですけど荷物の方がちょっと引っかかってしまってね、なんかこう靴をなくされたりとか荷物が引っかかったりとかで、あんまりスムーズにいかない感じがして、まあ、皆さんあの荷物とかねそういう部分はぜひぜひ注意していただけたらと思います。はい、で、まあ、朝はちょっとベーグルバーガーみたいなの買って、で日本円からドルに変えてた分がまだね 40-50 ドルくらい残ってたんで、まあ、基本カード切ってたんですけど万が一のためにと思っていくらか現金化したんですよ。でそれがあるの残ってても日本円にしたらまたもったいない話なんで、そのレートで減らされてでまた戻したら減らされてっていう感じでもったいないので、まあ、とりあえず使おうと思っていろいろと残りのお金でキーホルダーお土産買ったりとかパーカー1着買ったりとかっていうので、まあ、使い切って、まあ、いいお土産自分が満足いくお土産が買えたんでよかったかなと思います。まあ、ただ一番は必要最低限のお金だけにして、まあ、基本的にはカードで切ってしまってお金を残さないっていうのがいいと思いますんで、自分が最低限どのくらいお金使うだろうなっていうのを逆算して現金を変えていくっていうのがいいと思います。11時半にフライト乗って10時間ほどの飛行機旅だったんですけどね、隣にエマ・ワトソンか、まあ、どっちもドイツ人物なんですけどエマ・ワトソンみたいな、あの多分メキシコ人なんでしょうね、スペイン語喋ってたんで隣で3列並んでて、で奥の窓際のとこに僕でその女の子ママでパパお兄ちゃんみたいな感じで座ってて、でエマ・ワトソンみたいな可愛い女の子だなと思いながら座ってた、やってたんですけどね、日本に初めて行くんだよっていうことを言ってて、あそうなんだって言って東京観光かな、あとディズニーランド行くって言ってましたね、ディズニーランド行くんだっていうのを、まあ、折り際にちょっと会話をして、そうかじゃあ日本の旅楽しんでねって言ったらありがとうみたいな、めっちゃいい子ってこう可愛い笑顔をしてくれてね、あこういうのもありなんだなと思って、ました。別にその後何かあったわけじゃないですけどね、帰りにそのチラッと話をしただけなんで、で映画も4本くらい見たんですけど、ね、だから10時間中ほとんど起きてて興奮冷めやらぬ疲れもあったんですけど、なんかなかなかあんま寝ることができなくて、まあ、コーヒーが冷めないうちにとか、メグザモンスター、マトリックス、それからクワイエットプレイス、クワイエットプレイスってなんか2やるらしいですね、クワイエットプレイス2やるらしいんですけど、は見て、なんかそう評価の高い映画だったっていうのは聞いてたんですけど、個人的には全然ハマらなかったんで、まあ、好き嫌いはあるんだなというふうに思います。確かに言葉をほとんど発さずにあれだけの表現を映画の中だけでするっていうのはめちゃくちゃ難しい話だと思うんですけど、だからこそハマらなかったのかなっていう気はします。まあ、そんなこんなであの機内食食べてワインを飲んで、まあ、普通は酒飲めないんでね、あのワイン飲んだせいで体とんでもないことになりましたけど、はい、まあ、そんな感じで、成田空港について今回のロサンゼルス旅行記は以上という形で終了となります。まあ、たった1週間、去ると1週間というところでいろんな経験ができましたし、その1週間があったおかげで日本に帰ってきて一番大きく変わったなっていうのが、例えば店員さんに声をかけるとか、あるいはちょっとした声掛けをするっていう対人関係において緊張するとか無視をするとかっていうその不愛想な対応とかがなくなったんですよね。まあ、もちろんそれ相応の対応をするんですけど、あの相手が失礼だったらこっちも失礼で返すんですけどね、まあ、そんなのはいいとして、あの相手に対して自分がちょっと聞きたいなと思うことをスッと聞けるようになりましたし、逆に相手がこうしてほしいって言ったことをこう素直に分かりましたっていうことができたりとか、皮肉る根本の性格が変わってない気がするんですけど、ただ結構こう人に対して何気なく会話をするっていうことが何の苦もなくできるようになったので、ここは大きな変化かなというふうには思います。で、まあ、別にそんな自分がこうやって変わりましたよとかうんぬんとかそういうのが言いたいんじゃなくって、皆さんもこう旅行に限ってじゃなくっていろいろやりたいこととかなりたいものとかってあると思うんですよ。で、僕は NBA が見に行きたかった、で一番自分が好きな映画のロケ地を生で見てみたかったとか、いろんなこう思いがあって行ってみたんですよね。まあ、旅行がものすごく好きなので、日本国内とか海外とか行くのが好きなので、まあ、いろんなところに旅行に行って、で今回は一人旅
に行ってっていうのが、もうどうしてもロサンゼルス行って NBA 見て、いろいろ遊んでっていうのがしたかったと、いろんなところ生で見てっていうのがしたかったと、ずっとこう思い描いてたものっていうのがもう叶った瞬間だったんですね。で、僕大きな夢といいますか、長年ずっと思い描き続けてきて叶った夢っていうのがいくつかあって、その一つはバスケットボールのコーチをやりますとか、それから、ロサンゼルス、まあ、今回の NBA 見に行くとかもそうですし、それからスペインのサグラダ・ファミリアを見に行くとかっていうのが、まあ、この大きく3つですね。どこどこに行くって、じゃあこの特に2つロサンゼルスに行くって NBA 見に行くっていうと、サグラダ・ファミリア見るって言って、お金を貯めるとか時間を作ってってなったら誰でも行けるっていう話なんですけど、でもみんなお金あるし時間も作ろうと思ったら作れるんですけど、こう、まあ、旅行に限ってっていう話で行くならですよ、やらないじゃないですか、行かないじゃないですか。それなんでって言ったら、いろんな言い訳つけるんですよ。家族がいるからとか、仕事が立て込んでるからとか、お金がないから。お金がないって言っても、普段使わなくていいところに使っているお金って見返してみたら結構あると思うんですよ。だって喉渇いて缶コーヒーを飲みますってなって、でもそれって10分で飲み切っちゃうし、すぐに喉渇くからまた新しい飲み物買わなくちゃいけないんですよ。これは120円としますよね、自販機で買って。でも2リットルの水1本100円で買ったら1回で飲み切らないし、何回も何回も飲めるし、で100円だからトータルで見た時に1000円でも2000円でもお金が変わってくるんですよ。それ1ヶ月続けたら1万円でも2万円でも変わるんですよ。それ1年間続けたら10万20万ってお金が貯まるわけですよね。20万あったら今回のロサンゼルスの旅行だって行けるんですよ。全部の NBA のチケットとロサンゼルスまで行く航空券と、それからホテル代っていうのを合わせたら大体15万から20万くらい、ちょっとざっくりなんて覚えてないですけど、15万20万くらいで行けるんですよ、1週間程度だったら。でしかも現地への滞在費で僕は10万程度ちょっと贅沢したかったんで使ったりとかしたんで、30万円くらいのお金がかかりました。でも30万円のお金をちょっと頑張って節約するとかってできると思うんですよね。例えば今お水の話をしましたけど、その他にも普段生活している中で皆さんが絶対使ってるであろうスマホとか、スマホ代も大手キャリア、ドコモ、au、ソフトバンクを使ってたとしたら、例えば楽天モバイルとか UQ モバイルとか LINE モバイルに変えるとかっていうのをしたら、月で4000円とか5000円とかのお金が浮いてくるわけですよ。じゃあ5000円差がありますと、5000円の差が浮きました。そしたら年間で6万円っていうお金が浮けるんですよね。3年貯めたら18万ですよね、いけるっていう話じゃないですか。とか、普段ランチで1000円使ってるとしたら、それを800円にしてみましょう。で20日間仕事でランチやるってなったら 200×20 で4000円の差が浮くわけじゃないですか。4000円を年間やってみましょうと、 4000×10 で4万8000円ですよね。そしたら6万円足す4万8000円で10万8000円ってことは、年間3年食べたら30万、今回の僕みたいな旅行が行けるってわけなんですよね。で、有給も取れないかって言ったら、権利なんですよ。権利でごちゃごちゃ言ってくるんだったら、そもそもその会社にいるべきじゃないしっていう話もつながってきますし、仕事を誰かに任せるとか、自分がいなくてもいい状況を作るとかっていろいろ手立てはあると思うんですよ、で、それでいやでも仕事が立て込んでるというか、俺がいなきゃいけないんだよとか、っていうような言い訳を考える、できないことを考えるじゃなくて、できることっていうのを考えていったら1週間とか普通に作れると思うんですよ。僕の父親もサラリーマンをしながら、僕はたまたま転職の時期に仕事と仕事の間だったから今回1週間取れたっていう話ではあるんですけど、僕の父親なんかも5日間有給丸々取って9連休とかにしてしまったりとか、なんなら普段のその生活の中で5日も有給が取ることができないっていうんだったら、ちょっとお金はかさむかもしれないけど、ゴールデンウィークとかお盆とか、それから年末年始とか使って、まあ、普段の 1.5 倍とか2倍の金額がかかるかもしれないけど、じゃあ6年7年っていう期間貯金をしていったらいけるわけなんですよね。だから誰でも本当にやろうと思ったら、お金は貯めれるし、時間は作れるし、行くこともできるしっていうことなんですよ。で、いろいろとこういう話とかを知り合いとかにしたら、わあいいなとか、行ってみたいなって言って、行ったらいいじゃないですかっていつも言うんですよ。行ったらいいですよ、誰でも行けますよって。で、僕だって何の特別なこともしないけど、お金貯めて時間作って行けたんだから、誰だって行ける話なんですよって。あとは自分でチケット手配して、どこに泊まるかっていうことを手配して、体を動かすだけですよと。この3点なんですよ。チケット取って、ホテル決めて行く、以上で終わりなんですよ。これで海外行けるんですよ。別に海外じゃなくてもいい、国内でもいいんですよ。沖縄でも北海道でも、どこでもいいんですよ。九州でも東北でも行ったらいいと思うんですよ。自分が行きたいところとか、見たいものとか、食べたいものとかってたくさんあると思うんで、だからぜひそういうことにいろいろとやりたいなって思うことをやるためにも、何ができるかっていうことを考えるんですよ。できない方法はもう無限に出てきてしまうんですよ。でもやれる方法ってある程度限って、しかもそれに集中してったら大きな成果がポンポンと出てくるんで、そのためにこそ、その自分がやりたい
いことを実現させていくためにこそ、やっぱり自分ができる手段は何があり得るのかっていうことを考えて、それをとにかくやっていく、ただそれだけでいけると思うんですよね。なんでこういうことを言うかっていうと、実際にYouTube に NBA の動画をショートムービーで載せたりとか、ショートムービー載せたことをきっかけに YouTube のコメントとか、あるいは Twitter の DM とかに、主は金持ちだとか、それから高校生だからいけないとかっていろんなこうコメントが来るんですよ。僕全然金持ちじゃないですよ。普通の本当にサラリーマンですよ。年収100万っていうレベルの普通のサラリーマンですし、で別に高校生だからいけない理由って何っていう話ですよね。夏休みがあるじゃん、むしろ大人よりも行きやすいじゃないかって話じゃないですか。でその子に対して YouTube の方でコメント返したのは8月か8月かくらいにコメントが来たんで、じゃあ8月から8、9、10、11、12、1、2って7ヶ月間で次3万円貯まるバイトをしたらいいじゃないですかって、そしたら3月の頭の時点では21万円貯まるんだから3月シーズン中の NBA 見に行けますよねっていうことを、まあ、書かせてもらったんですけど、そうなんですよ。3万円ずつ貯めて7ヶ月間貯めてったら21万貯まってロサンゼルスで NBA が見れるんですよ。別に NBA じゃなくてもいいんですけど、行けるんですよ。なのにやらないいうことなんですね。だからいろいろコメントいただいてすごくありがたいですし、丁寧に僕も返してるつもりなんですけど、そういうことがあったりとかするから、だから、まあ、今回の動画をきっかけに、あ、誰でもいけるもんなんだと。僕別に特別なことを何も本当にしないですし、ただ仕事をやっての残ってたお金を旅行につぎ込んだっていうだけで、たまたま時間を空けることができたから旅立っただけで、それも前々から計画してたもんじゃないんですよ。2日しか準備してないんですよ。なんなら1日の1時間の中で準備してるんですよ。3月29日に思い立ちました。3月30日にチケットとホテルを手配しました。 NBA のチケットを買いました。4月1日に旅立ちました。でしかも旅立つ数時間前に入国できるかどうかがかかっているエスタ申し込みました。それでも行けたんですよ。2日しか準備してないんですよ。で実質そのうちの1日しか時間かけてないけど行けたんですよ。ってことは もっともっと前々から旅行計画を立ててってやった方が当然安全に行けますし、そっちの方が確実に皆さんがやりたいこととか行きたいところに行く確率って高まるもんなんですよ。僕今回無計画行ったんで、それはそれでもったいないなっていう気がするんですけど、そんなのはよくって、結局は自分が行きたいなと思ってたところに行けたりとか、見たいなと思ってたのが見れたりして、ですごくいい体験ができたんですよ。もう写真も1000枚くらい撮ったんですよ。1000枚撮って未だに見返しながら、あの時の旅行は良かったな、良かったなと、これは思い切って行って良かったなって思ったんですよ。っていうくらい、もう1年半経っても未だにその鮮明な記憶が残ってて、で皆さんにこうやってお話もできるくらい頭に残ってますし、これ多分10年経っても20年経ってもロサンゼルスの旅行っていうのは未だに話せるというふうな気はします。っていうくらいやっぱり強烈ないい体験だったんですね。で皆さん自身がやっぱりどこかであの時良かったなって思える経験っていうのは、今後の人生のモチベーションっていうものにも間違いなくつながってくると。だから僕なんかはそのあの時良かったなっていうのがまた行きたいなっていうのにつながって、その行くために今仕事頑張っているし、家族と一緒に過ごしているっていうところがあるんですよ。この間は一人で行ったけど、今度は家族と一緒に行きたいなと、嫁さんと、まあ、それからこれからできるであろう子供と一緒に行きたいなと。で今嫁さんと話してるんですよ。今度行くなら新婚旅行でね、カリフォルニアのディズニーの方が行ってきたんで、今度はフロリダのディズニー行きたいねとか、嫁さんがハリーポッターとかが好きとか、それからシャーロックもホームズとかが好きだからロンドン行きたいねっていう話とかしてるんですよ。だから僕の今の頑張るモチベーションっていうのは、その嫁さんとロンドンとそれからフロリダのディズニーに行くっていうことをモチベーションに今頑張っているっていうことなんですね。で そこに行くために、じゃあどうやって時間を作ろうかな、どうやってお金を貯めようかなっていうことを考えながら今こんな風にやっているというところなんで、やってやれないことはないというふうには思います。たかが旅行の話だろ、何お前そんな偉そうに語ってるんだよって言うんですけど、いいな、行きたいなっていう人をがいるたんびに、聞くたんびに、行きゃいいじゃんって思うんですよ。行きゃいいじゃん、うん、お金あるでしょ、時間あるでしょ、なんでそこに使わないのって。皆さんがYouTube とかを見てダラダラ過ごしている時間とか、それから何気なく使ってる、別に食べなくてもいい、飲まなくてもいいようなものに使ってるお金とかをコツ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 旅行に行く時間とか旅行に行くためのお金にやってったら、それで使えるわけなんですよ。でもやらない、うん、っていうことなので、自分が本当に必要だな、やりたいなって思うことに対しての力の注ぎ方を間違っている人が多いなっていうのが、 YouTube のコメントとか DM をもらって素直な感想だったんですよね。あるいは直接こういう話をした時に周りのフィードバックがそんな風に返ってきたんで、使う方向間違えてませんかって。そうじゃないですよ。自分が使いたい方向に注力さえかければね、全然やってやれないことはないというふうに思いますので、ぜひ今回の動画をきっかけに、自分がこんなところ行ってみたいなとか、やってみたいなっていうことがあったら、ぜひそこに向けてやれることっていうのを考えて行動を移して、で実行してください。
行動、あ、行動図っていうのは準備のことですね。準備をして実行してみてください。絶対誰でもできますから。ただ皆さんがやろうとしてないだけ、もう皆さん自身だけっていうことなので、結局は行動するかしないかっていうところなんでね、考える云々とかっていうのは二の次でもいいんですよ。計画立てるとかっていうのは考える必要があるかもしれないですけどね、まあ、こうやったらやれるんだな、ああやったらやれるんだなっていうことは皆さんの中に頭にアイデア入ってるんですから、あとはどうやったら形にするかっていうだけですから、ぜひですね、やりたいなと思ってること、行きたいなと思ってるところがあれば、もう皆さんの力をそこに注いで、ぜひ実現させてくださいということが伝えたかった、そんな動画になります。今回ですね、7本の動画全部合計見ていただいた方、本当にありがとうございました。まあ、これで終わるわけじゃないんで、次回以降も普段の平常運転に戻りながら動画進めていこうと思いますから、また次回以降の動画もぜひご覧いただけたらというふうに思います。ということで本日の動画以上となります。お疲れ様でした。さらら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。